にちは、日野です。何日か前かに、今週の初めですので4日3日ぐらい前に、小顔教室っていうのをして、その後に、こう飲みに行って3人4人ぐらいで、飲みに行って少しいろいろ話をしてたんですけれども、飲み会っていうのはこう一つお互いのこう意思疎通とか、お互い、本音で話すっていうのはいいことですよね。どうしてもこう普段の会話の中だとなかなか本音までいかない場合って多いと思うんですけど、そういう飲み会だと結構ざっくばらんに話し合いができると。だから相手の意外な一面を知れたり、相手のいろんな情報が取れたりしますし、その中でいいことっていろいろ聞けるんですよね。で、まあ、特にこう仲間内だとまた違うと思うんですけど、そのセミナーとか参加した時に懇親会とか行くとね、すごくいい情報が聞けたり、講演会ではこう話せなかった内容を話していただいたりっていうのが、まあ、実際あるんですよね。僕自身もあんまり最近は自分からこう講演会っていうのは、実はあんまりセミナーとかあんまり以前ほどは行ってないんですけれども、まあ、あえて行ってないっていうのもあるんですけど、以前はねよく行ってたんですね。でその中でやっぱり懇親会ってなるべくあれば出るようにしてたんですよ。そうするとかなりいろんな話が聞けて、講師の方とも仲良くなれるし、参加した人とも面識ができて、まあ、面識交換とか兼ねながら話していると、そこでいろんなつながりができたりするんですよね。だからそういう、懇親会にはぜひこう参加するべきだなって僕は思ってます。セミナーだけ行って終わったら帰るんだと、あんまり実は深い関係にはならないですし、それだけだともったいないっていうのが実はあるんですよね。だから上昇やっぱね、何千円か、まあ、かかると思うんですけど、まあ、それでも行く価値はねあるんじゃないかなって思います。むしろこう人脈作りのためにセミナーに出ているっていう人もいますよね。だから、そっちの方がむしろ大事かもしれないですよね。結局人間、と人間のつながりによって僕たちは、お金もいただけるわけですし、その意味でいくと人間関係っていうのが、一番だと思うんですよね。でその人間関係の良し悪しによって自分の仕事に対しても変わって、その結果が変わってくるでしょうし、そういう人間関係を育むという意味では、そういったセミナーとか懇親会とか、いろんな場にやっぱ出かけていくっていうのは大事ですよね。僕自身も最近ちょっとこう引きこもり状態であんまり自分からは出てないんですけれども、でも、そういうのもね大事だなということをですね、改めてね感じて、またこう人って話して初めてこうお互い理解し合えるんだなっていうことも、分かりますね。ということでね、そろそろ、着きますので今回は以上になります。ありがとうございます。